お誕生日おめでとうございます。せーの、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。人生に起きる出来事一つ一つに意味がある。聞かずに悲しむことにも幸せを感じることにも新しい愛を知ることにもきっと小さな奇跡が私の中咲き始めました。 10 week 4 day 戸惑いと喜びが重なって不安になるけれど、君の優しい音聞こえてくるから、大丈夫だよって言ってくれるようで、いつの間にか一緒に頑張れた。守るべきものができた私、今強くなれる、そんな気がしたよ。一人が一人に出会って、それが恋に変わり二人になり、そして愛をし季節巡り三人に変わる。まだ見ぬ三つ目の愛は家族という意味になるから、世界一の宝物にきっとなるね。ありがとうございます。